現在の仕事の将来性に不安があり、転職をしようか迷っています。そこで IT エンジニアに今なんとなく興味を持ち始めているものの、年齢的にも厳しいのではないかと悩んでいるのですが、エンジニア体力勢い面で何歳までバリバリ働けるものなのでしょうかというご質問です。50過ぎてもコード書いてる知り合いがいるので、なのでその適性だったりそのプログラムを書くことが好きかどうかの問題なので、別に年齢はあんまり関係ないと思いますけどね。その体力別にやらなくてキーボード叩くだけなので、でプログラマーってキーボード叩いてる時間よりどういうコード書こうかなって考えてる時間の方が長いので、なので年取ってからもできる仕事だと思いますけど。現在 IT 企業で営業職をしています。自分の周りを見てもエンジニアの需要は飽和しているように感じています。これから目指しても市場価値は高くなれるのでしょうかというご相談です。その稼げるプログラマーと稼げないプログラマーに分かれると思いますけど、プログラマーで食えないっていう人だらけになることはほぼないと思いますけどね。まあその AI がいくら普及してもその AI を組み込むエンジニアとか必要になるので、多分他の業種に比べたらエンジニアの方が全然食いっぱぐれはないと思いますけど。プログラミングスクールに通った方がいい人、独学の方がいい人の違いはありますか？まあ、独学でできない人がプログラミングスクールに通った方がいいんじゃないですかね。なんかサポートとは何ぞやだと思うんですけど、分かんないことを聞いた時に教えてくれるんだったら別にいくらでもいいんですよね。逆にそれ教えてくれないんだったら、その高かろうが安かろうが行くべきではないと思いますけど、質問の仕方が分からない人っていうのもいるんですよね。まあ例えばそのパソコン詳しくない人ってパソコンが動かないんだけどだけで終わったりするんですよ。その動かないって何なの、どんな画面出てるのとか、じゃあ今マウスは動くのとかっていう、そのこういうことをちゃんと伝えるとこういう答えが返ってくるっていうので、だんだんその伝え方が分かってくるんですよね。なのでエラーで動きませんだったらそのエラーの文章を載せるべきだし、その最低限質問する上で抑えるべき情報っていうのも分かってない状態の人であれば、それは一回その質問の仕方を教えてもらえるところに行った方が教えてくれる人は増えたりしますけど。テックキャンプに入ろうか迷っているのですが、未経験からのスタートでもエンジニアにはなれるのでしょうかというご相談です。別に最初の時点では全ての人が未経験なので、未経験だからなれないってことはないと思うので、お金があるんだったらやってみればいいんじゃないですか。